皆さんこんにちは、ツコミゴードです。雨降ってますよ。もう梅雨に入りました。大変ですよね。もう家まで駅まで、まあ傘さしてなんとかなるけど、その後になんか地味に足元ぐらいが濡れた状態で、もうびしょ濡れた傘持って電車なんかキュンキュンってみんな途中に乗って会社行くのは辛いでしょうね。みんな本当に頑張ってください。俺はまあ仕事ないんだけど、毎朝スタジオ通ってるんだから一応電車乗ってきます。で、今日も雨で明日も雨だし大変ですよね。地味に濡れるし、傘なんか邪魔だし、俺さっきなんか帰りにお弁当買ってきたら、お弁当買おう時に傘忘れて、今も傘ないし、梅雨大変ですよ。でもまあ夏に入ったらもうめちゃくちゃ暑くなるし、本当に元気なくなる。もう暑すぎて体力と元気がなんか空に吸い取られていくような、あの気持ちになるから、まあ思い切りこのまだ涼しい時期を楽しもうと思ってますよ。楽しもうぜ今年の梅雨。会社ではどうやって梅雨を楽しめるかわかんないけど、家にいる時はですね、降ってくる外の雨の音を聞きながら、美味しい紅茶飲みながら、お菓子食べた方がやっぱり一番梅雨を楽しめるんでしょうか。だから今日は日本でのゴードの好きなお菓子を紹介するために、俺さっきもあの自転車で雨の中であのコンビニまであの走ってきた。しかも傘はさっきどっかに忘れて、で歩くのは時間かかるから自転車で行ったんだけど、雨の中でもう雨気にせず自転車乗って行ったんだけど、小学生の子供が指さして笑ってたなんだこの外人みたいな感じまあまあこの雨でさすがに他の人たちはね、電車乗って傘なしで走り回らないんでしょうね。それではゴードは初めて日本に来た時は10年前ですよ。若き19歳のハゲてない、まあ結構薄かったけどハゲてないママの 19歳の純粋なゴードは日本にやってきましたよ。でその時は日本のお菓子全然食べてなくて、体験してなくて、その時まではずっとオーストラリアのお菓子食べてた。ティムタムとかカドブリーのめっちゃブロックのチョコレートとか、なんかキャラメルとかミント味のチョコレートとか重いやつばっかり食べてた。オーストラリアのチョコは甘くて美味しくて、あの味が濃いから、最初日本の来た時はちょっと味が地味やなって思うところはあったんだけど、どんどん日本のお菓子に慣れてきて、あのオーストラリアのチョコレートを食べるとなんか甘ーって なっちゃいます。まあそれ日本のお菓子に慣れたか、もうおじさんになって甘いのが苦手になったかもしれないですけど、今日紹介したいのはまず明治。これ東京2020年のゴールドパートナーだって。明治はオリンピックのスポンサーになってる。まあスポーツ選手はあんまりチョコレート食べない方がいいと思うんだけど、まあとりあえず最初来た時はやっぱりオーストラリアでなんかがっつりチョコレートとかお菓子食べる感じだったから、日本に来たらこっちの方が一番チョコレート味わえると思って、これよく食べてた。これよりもあのなんだっけ、このハイミルクのやつ、ハイミルクの方はあの好きでよく食べてました。これオーストラリアのチョコレートと比べる、これなんか薄くて量が少なくて、これ多分 50g ぐらいなんだけど、オーストラリアは 300g ぐらいの分厚いやつだから、これも一気に食べとった。でも最近はあんまり食べてない。これまあでも買ってきました。その後に結構ハマったのはこのしっとりチョコ、まあこれあのセブンイレブンのブランドなんだけど、これハマりました。最初食べた時は好きじゃなかったけど、まあなんか好きじゃないというよりすごく美味しいって感じなかった。なんか見た目さ、めっちゃチョコレートだから、なんかオーストラリアのめっちゃ重いチョコレートになれとったから、これ見たらなんか同じようにめっちゃ甘くてめっちゃガッツリのチョコの感じかなと思ってたんだから、最初はちょっとがっかりした。そのうち慣れて、これは好きよ。食感も楽しめるようになったし、これは好きですよ。そして昔からでも今でもめっちゃ好きのはやっぱりこれですよ、マカダミア。これは美味しいよ。これ高いけど、これ200円以上してなんかなね、ちょっとしかないけど、これは美味しい。何かを食べたって感じになる。なんかこれさ、なんかずっと食べてもお腹いっぱいにならないし、なんかちょっとなんか空気食ってるっていう気持ちにもなるけど、これはまあこれほどガッツリザチョコっていう感じじゃないけど、これはこれ食べた後にすぐにお腹が少ないっていうのもあるよね。で一番最近あのハマってるのはこのなんだこれ、チョコラスク。これなんか
まあこれちょっと気になって買っちゃったんだけど、思ってたより全然美味しくて、まあビスケット食べてるみたいな感じなんだけど、これ本当に紅茶に合うし、そしてまあ日本のお菓子にしてはちょっと濃厚なんだけど結構好き。そして最後にまあチョコ系はまあそれで終わりなんだけど、最後に特別みんなもしてると思うんだけど、最近チーズは食べてるんだけど、ポテチとかよりいいよ。まあ家にあるからハマったっていうのもあるけど、なんかポテチさ、もうちょっと薄い味でたくさんの食べてしまう。なんか大きい袋に入ってたくさん食べてしまうけど、これすごく味が濃くて、ちょっとしか食べてなくてもすごく味が口の中に残るし広がるだし、ポテチとかみたいにたくさん食べてしまわない。ある程度食べてしまうけど美味しくて、でもポテチさ、たくさん食べたらもう大量に食べてしまう、気持ち悪くなる、お腹壊すぐらい食べてしまうんだけど、これはほどほどで美味しい味わいを体験できますよ。そして今日飲む紅茶はですね、あのこれもうこれ Amazon 欲しいものリストで買ってもらったんだけど、味4つ入ってるんですけど、アールグレイ、ダージーリングティー、イングリッシュナンバーワンとイングリッシュブレイクファースト。もうここにロンドンって書いてある時点でもう美味しいに決まってるよ。やっぱイギリスは紅茶分かってるんですよ。そしてこの4つの中でイングリッシュティーナンバーワンはやっぱり一番美味しかった。それ一番すぐなくなって、だから今日はイングリッシュブレックファストにします。イングリッシュブレックファストも美味しいよ。紅茶が入りました。普通はあの紅茶にもちょっと牛乳足すんだけど、あの買い忘れた。はい、だから今日は牛乳なしで、ちょっと食べてみたいと思うんですけど、もう味分かってるんだけどちょっと気になることがありますよ。チョコレートを美味しく作れる会社で、どっちかって言ったらもうセブンイレブンより明治が美味しく作れるっていうイメージあるかもしれないですけど、比べてみたいですよ、チョコの味。まあ、全然違う商品なんだけど、この前これだけ買って久しぶりにチョコレート食べたんだから美味しかったけど、明治を食べた後にこれを食べたらそんなに美味しく感じないのかなと思って、やっぱりチョコレートの質の違い感じられるんでしょうかっていうのが気になるんで、この両方ちょっと食べてみます。ペペペペペ、まずチョコラスク、やっぱ先、一番先に熱い、うまい。やっぱ紅茶だけだと結構苦いんだけど、チョコレートも一緒に食べると紅茶もなんか甘くなる。普通だったらさ、紅茶さ、ミルクとか砂糖も入れてめっちゃ美味しくなるんだけど、これだけで一緒にチョコレート食べるとなんかロイヤルミルクティーみたいな同じような効果がありますよ。こっちまで甘くなるんで、こんな感じですよ。なんかなんかパンみたいな感じになってるから、うまい。でもやっぱりこれチョコの味というより食感が美味しいよ。やだー、落ちた。めっちゃかっこよく映るかなと思ったら落ちた。あ、落ちた。大丈夫大丈夫、10秒ルール。わっ、あバカ。やだやだやだ、大変ですね。落ち着いて食べてみたいと思います。やっぱこっちの方がチョコがよくできてるな。明治の方が全然滑らかでもっと牛乳が入ってる感じ。これも美味しいけど食感が、こっちのチョコの方はなんか人工的な味かもしれない。でも美味しいけど、全然美味しい。一緒に食べても大丈夫、これ両方美味しいから。まあこれはゴーズのチョコレート紹介の動画です。で、あの紹介したかったけど、セブンイレブンに、なんか近くのコンビニはセブンイレブンだから他のコンビニ行けんかったし、あの雨降ってるしあのでもセブンイレブンはめっちゃ美味しいチーズケーキがある。それ今日買ってきて紹介したかったんだけど、あのさっきコンビニ行ったらそれなくて、コンビニで見るとなんか結構なんかしょぼいんだけど、見た目がしょぼいんだけど、本当に買ってきてなんかサラとかにのせて食べると、セブンのチーズケーキは本当に美味しい。おすすめします。まあ今日はこんな感じで、もう雨降ってるし、なんかゆっくり楽しい動画撮ろうと思ってお菓子の動画になりました。もう皆さん、夏が始まるまでこのわずかな涼しい日々を思い切り楽しんでください。これはツッコミゴーズでした。またね。